お前が先手だ。よろしくお願いします。いらっしゃいませです。さあ今日もね、初心者の方、ね、給油者の方にもできるだけ分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ今回はお相手の方がなんかアヒル模様っすね。お、なんかアヒル模様だな。で、端角出てきたら金上がりかな。なんかアヒルっぽいっすね。めっちゃ匂うんやけど。まあ、金上がりは保留してっていいかな。今、ついてって、まあ、4号銀型目指していきますか。橋は別に受けなくてもいいんだろうけど、まあ、受けといて。アヒルっすね。まあそれはね、それを見越して金を保留しとったんよね。これ来るでしょうと思ってて。で、まあどこまで囲うか問題っすね。まあ7八玉ぐらいまでは囲っときたいかな。いやほんとね、相手のアヒル、多分行ったり来たりするぐらいしかないんですよね。それはね、それはもう行くよ、ここ。走って。はあ、いや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 。角はくれるってことなんやろうけど、これどうするんかな。でね、これ橋から逆襲してくるの見てるんですよ。なので、なのでどうするかなんけど、2四歩同角は香が取れる。2四歩か1四歩か6五歩か3択で迷ってるんですよね。2四歩同飛車、2四歩同飛車でさばかれるのはちょっとシャークな感じがするよな。ということは2四飛車はないのかな。2四歩同飛車、同飛車同角香車取って1八飛車打ちが銀と今日の両取りでしょ。うん、それは嫌だな。飛車さばかれるの嫌だな。ということで、まあ角を6五歩はどこなんだ ?6 五歩は2二角が気になるのかな ?6 五歩、例えば6五歩、2二角、1一香なる、角交換同桂。ってなった時に角が渡ってって。6五歩、2二角、6五歩、2二角。6五歩2二角とか3三桂とか、6五歩2二角1一桂な、1一香なる、角交換同桂、飛車回ってきたときに、相手は歩が一歩。なんか6五歩っぽいけどなぁ。ゆっくりしとるととりあえず1四歩打たれて香車が危なそうなんで、かうーんそうね、かもっとゆっくりになったら1四歩2二、1四歩2二角1八飛車みたいにすると、なんか飛車回ってこれなくなるしいいんじゃねえのっていうのもあるんかな。あー、そっちのルートかもしれないですね。1四歩2二角1八3三角1五角1五角1五飛車1四香車はやばいのか。
となると14から18ルートではなく、6522122歩か、6522122歩って感じかな。6522111歩で角交換同桂っていう感じじゃないのかな。6号やなこれで。6514歩は香車取って馬ができるからこっちよし感じやん。こうじゃないかな。でもそうなるんだったら話がまた変わってきて、まあ1四歩打ちたいって言ってるんでしょうね。だ急いでの切り合いはやりたくないと言ってるんだけど、ここで俺は端に回るとどうするんだろうね。その桂馬ジャンプは強者を守りますよって言ったような手なんやろ。例えば端に回る、端に回って17歩同飛車2号桂16飛車みたいな感じで来た時に困るんじゃない。5分、これ回るとそういえば3六歩は無視して大丈夫やから、まあ普通に1 1 3強者ならずで角取って次強者取るよっていう感じでどうなん。これそうダマで2号桂に関しては、まあ香車取っとく手もあるんよね。香車取っといてか、まあならずでいっていいのかな。ならずじゃない？ならずで同香同飛車はまあさばけやからさすがにないやろ。でならず歩打ち1個避けるで香車取ってきたら桂馬取れるし、まあならずでいいんじゃない。まあそうよね。で重くしといてどうなの。まあ香車と角の交換になりましたねっていう感じ。これで桂馬拾っといて、桂馬拾って18歩成は別に怖くない。24、まあまあぶつけてきたくはなるんだろうけど、それさ例えば飛車交換してさ3四桂も打ってみたいしね。3四桂なんか銀とか桂とかは瞬間取られるかもしれんけど、これ駒得しとんよね今ね。瞬間駒得しとんよね。何得しとんの。大体獲得してんの。ってことは銀渡しても角と銀の交換だね。34桂51はやってみたいけどな。かダマで下ろしとく。12飛車下ろして34桂狙う。それはあるかもしれんね。3分。ダマ12飛車
で3四桂打ってみたいな。でこれは3一玉、あ、さ、3一飛車打たれても別に怖くはないよというやつで、角打つのはさすがに違うような気がするんだよな。いやでもこれ打っとくか、攻め足りるよな。いやいやさすがにか。まあ渡したとしてもって感じで、この瞬間まあ銀がさばけたよねっていう感情でどうなのかな。で桂打つと、でいつの日か8三角とか打った手がなんか6一のタイル封鎖なっとるから、これでガリガリいけばいけそうな感じするけどな。2分30秒これは銀を剥がすべきか金を剥がすべきか、まあ2二になるべきかな。2二で金を剥がした方がいいかもしれないね。こっちかな。金がいなくなれば結構粘りが効きにくくなるから、いやでもそれはね意味ないね。渡す前になんかタイル封鎖しとってもよかったかもしれんな。まあ取って、まあ埋めてくるんやろうけど、もう一回避けといて、2分、たらしの強、たらしの強、金渡すとなんか尻金から危なそうやから金は渡さんようじゃないかな。これどっちになるんがいいんだろうね。まあ3三かな。技使ってくるね。まあこうかな。三角をいつ決めるかなんだよな。早すぎると8二金で角が死にそうなのよ。これ8三桂とか打ってくるわけ。8三桂同玉8一竜8二角打ち、シャットアウト、垂らすと、橋は別にいいんじゃないかなと思ったりするけど、1分30秒まあ取ってみて3三が早いか。3が早いな。いやちょっと2三歩なら2三歩は緩かったな。これでまあ一手別に稼いどるから、いや分からんけど受けとく受けとっていいんかな。銀は手に入る。
まあでも初三角これ決めといて大丈夫やな。8三角決めとくか。でこいつをシャットアウトしにくいと思うんだよ。次は銀取って右からもう一回銀打ってみたいな感じで剥がしに行くけど、剥がしてまあそれは取って銀打ってで銀打ってで引っ掛けて、で金打てば物量で一応勝っとる。まあならず。なるでもよかったか。なるでよかったな。なって上なら詰みやったか。なってよかったかな。まあ次は5一銀ならず。で開き予定かな。ならず、まあ同玉は詰みっすね。同玉は詰み、上は銀打ってアウトっすね。 1.2 手3手詰めっすね。銀打って、まあ、横避けるしかないんだけど、まあ金が寄って詰みっすね。はい、荒さん見事じゃ。しかし将棋ウォーズは始まったばかりじゃ。はい、今回ね、アヒルとの戦いやっていきました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。おやすみ。